为什么要回来日本呢？因为啊，我要打疫苗，予防接种，受けに来ました。然后这个疫苗是要到九月底要打，不然之后打的话你需要付钱，所以就紧急上礼拜决定我要回来日本打疫苗。虽然只会待四天而已，可是很开心又见到家人，然后回来自己的家。我已经半年没有回来家里了，好开心哦！这个日本的捷运站这么多月台，你好，这里是品川駅です。品川駅就可以这么大。ね、六号的电梯在哪里呢？嗨，どうも皆さんこんにちは、リンです。我现在在日本的。我这次临时哦，上礼拜才决定我要回来日本，临时，而且这次我只会待四天而已，我四天过了就要回台湾了。哎，那等一下再告诉你们为什么我这次这么急着回来日本。嗯，等一下再告诉大家啦。OK， 那我先过去喽 ，Let's go， 一到。我以为你带那个吉赛的トランク哎。小さいで入んないもん、だって。よくこれで持ってきたじゃん。我这次超大量に似て食べ物持ってきたんで。なんでそんないらないのに、アマ神经病。アマが買ったんだよ、今日の朝。あ、我ちょっと前に出すか。他知らないの、我が帰ってくるの。うん、知ってるよ。知ってるけど、今日帰ってくるって知ってる？知ってる。パパは知ってるのか。那个，知らせたくなくて、ライン家族のラインの方で何も言わなかった。いや、老板、你要办那个什么？那那个？何が？这个开车超楽しい。交通ルールまだ一個も分かんないよ。いつもレイン超運転できるんじゃないの？あれゴーカートみたいなもんじゃないの？全然ゴーカートと違うんだけど。そう、ニュース感覚開口カードと一緒。全然ゴーカートと違う。ハンドルの守り方が分かんないって、他全然意味分かんないとか言って。なんかタイミングが分かんないんだけど。でも我也是觉得ゴーカートと一緒じゃん。違う、ゴーカートあれ最後まで押しても全然スピード出ないじゃん。ああ。これ最後まで押したらもう100以上いっちゃうんだもん。ああ、最後普通踏まないよ、最後まで。だからその感覚が分かんない。だからその感覚が分かんない。だからまずゆっくり踏むんだよ。ゆっくり踏んだら全然進まないんだもん。だからそれをもうちょっと強化するだけだ。強化できない。ペーってなんか強化できないだからポーンっていっちゃう。急にポーンってな、不是跟那个年寄りの運転一样。だからそうなっちゃう。暴走車だ。暴走しちゃう。吓死了！那个原因是因为那车子太烂。ただいま。お、誰もいないのか。誰もいない、こんな悲しいことあるか。僕バーカー、ただいま。ちょっとこっち来て、リン汚い、リン汚い、リンお風呂入ってないからそっち行けないんですけど、バーカー久しぶり。1ヶ月ぶりだけど、ちょっとこっち来てよ。まだ歯つけてる。つけてる。あら、そう。夜だけつける。そうなの、ね。明日体育大会なんでしょ。見に行くぜ。見に行くぜ。急遽見に来れるようになった。うまい。ねみ。ねみか。さっきまでずっとワークやってた。うん、中間テスト。いつ？来週の木曜だけ。あ、もうすぐじゃん。なんかめっちゃシュッとしたね、顔。うん、前よりすごいシュッとしてる。駅伝部やってるか。明日500円あるんでしょ。400。あ、400。400。400。明日リンが連れて行こうか。自転車乗って。大丈夫。一人で行くの？うん、一人で行く。あ、そうなの。だって道わかんないんじゃないの。行ける。あ、そう。行ける。じゃあ頑張って明日。うん、見に行きます。おや、あ、黒足。何？猿じゃねえか。バイバイ。あ、
ただいま。今何してんの？何もしてない。勉強してんの？うん。おめでとう全国。うん。もう表彰された？うん。学校で。うん。賞状もらった？もらった。どこにあるの？まあ持って帰ったな。あ、学校に飾ってあるの？うん。すごかったの。ハイメババの服がある。俺大好きなハイメババの服があるんだけど何？どういうこと？え、ママ、何このハイメババの服？ハイメババの服どうしたの？みんな様。ハイメババの服だよ。ハイメババ。あ、で、髪切ったな。は？鬼に買ったんかと思ったびっくりした。どうで部屋。いやー久しぶり、半年ぶりでそこでファンチン。いやあ、ハロー。おでここ。おでこ午前なり。大体もう。あ、こんにちは。こっち見てる。かわいい。うん、ただいま、ただいま、ただいま。リン帰ってきたよ。你看，给大家看一下这个。我现在在哪里？你看，这里是我的客厅。然后在这里给大家说明一下为什么要回来日本呢？因为啊，我要打疫苗，予防接種受けに来ました。然后这个疫苗是要到九月底要打，不然之后打的话你需要付钱，所以就紧急上礼拜决定我要回来日本打疫苗。虽然只会待四天而已，可是很开心又见到家人，然后回来自己的家。我已经半年没有回来家里了，好开心哦！然后啊，还有一个开心的事情，明天啊是我的小弟的运动会，然后如果可以的话，想要拍一下影片，然后给大家看一下这个日本的国中的运动会是长什么样子，给大家看一下真实日本国中生活。因为啊，在上一次的影片有说过这个日本的学校生活的事情，然后啊，在留言上有很多人问我，第一个，这个很多人问我这个问题，就是啊，学生早上起来要迟到了，然后没时间吃早餐，所以他就是赶快拿了一个吐司咬着，然后赶快骑脚踏车上学。没有そんな状況。没有这种人，哎，没有人，没有人会咬着吐司上学。而且还有一个我很疑问的事情是，为什么大家都是吐司？なぜ？なんで食パンなの？なんで他のやつはない？哎，为什么不能其他面包呢？没有咖喱面包或者是什么焼きそばパンとか？なんでそういうパン？なんで全員食パン加えてるんですか？我也是很疑问的。我なんで？なんで食パン？ない。没有这种情况。首先没有人边吃东西边骑脚踏车，所以不要误会，日本学生并没有咬着吐司上学，可以吗？第二个很多人问我的一个问题是，就是一堆男女朋友啦，是朋友，他们被关在体育馆的窗户里面，然后这样子就喜欢对方了，就变情侣了。你有そんな状況？ない。到底是什么情况？首先，为什么会被关在那个窗户里面呢？我的，到底是发生了什么事情？就是为什么？会关在那个里面，なぜ？もうまずそこが一番の疑問ですよね。ねえよ、閉じ込められない。閉じ込められたくても閉じ込められない。そもそもの話ね、ありえない。真的是太不可能的事情。第一，首先不会被关在那个窗户里面。第二，你们知道那个窗户里面是多脏？多臭，多旧，
你们知道吗？学校的设备大部分都是很旧的啦，然后又很脏的，而且那个窗户里面放的那些道具都是学生从很久很久以前就一直在用的，大家的流汗都在那个里面，里面的味道都是大家的流汗，然后那个地板都是灰尘，你这样子那个灰尘都是这样在这种情况下你会喜欢对方吗？我要问大家，你在这种情况会看到对方会觉得他好漂亮，他好帅，喜欢なるわけねえだろアホか。もう早く一刻も早くその場から出ていきたい。もう息できないでしょ、その倉庫の中で、あんな臭い状況の中で。ない、没有、没有です。はい、没有。所以大家不要误会了，那个只是动漫里面的事情。它设定的那个窗户里面是非常非常漂亮的。那个动漫里面的体育馆大概都是前一年盖好的体育馆吧，所以可能它的体育馆很漂亮，很干净，不会臭，都是香香的。漫画里面的窗户都是香香的，没有一个灰尘，哎，然后很漂亮，很干净，很新，跟事实完全不一样。哎，其实日本的学校生活跟台湾的学校生活差不多，就是普普通通的学生多嘛，都是一样啦，大家都是眼镜派起的，大家都在戴眼镜。大部分的学生都是戴眼镜，没有那么美的，没有那么帅的。嗨，可以了吗？嗯，大家还有什么疑问可以在留言写啦。如果你们想要知道真实的日本学校生活，我可以告诉你们。可是你们不要生气哦，不要说什么あの、那你夢をぶっ壊されたとか。そんなこと言わないでね。可是啊，日本的学校生活很有趣啦，很好玩。我觉得日本跟台湾最大的差别是相关体育的部分，体育课啊，还有什么运动会，跟台湾比起来，这个体育的部分日本比较强。日本会逼死你，大家一起跑步，大家一起跑马拉松，每年一定会有马拉松比赛，所以大家会被逼死，一定要跑很多。所以我觉得日本人比较会跑，比较会走路，就是日本人都是从小就被训练了，一直被逼死，所以长大了之后也会习惯走路，不会像台湾人一样。台湾人，我发现你们台湾人啊，你们连一楼也要搭电梯上去，而且我觉得尤其是大学生啊，连从一楼到二楼你这样还要搭电梯，你这样子按，然后等他下来然后要上去，我已经可以到教室了啦。我爬楼梯我已经可以到教室了，你还在下面等电梯。台湾人真的是连一点点都不想要走路，就是要最近，这个是我发现的事情的事。还有这个是题外话啦，嗯，主要就是我回来日本了，然后啊，这个影片的后半部想要给大家分享一下我待在日本这个四天我到底在做什么呢。 OK， 那就影片后半部 Let's go。
僕何？1位だったの。1位。やば。ねえ見れなかった。ごめん見れなかった遅れちゃったよ。え何ぶっちぎりで1位だったの？ぶっちぎりかな分かんない。何秒差だったの？あでも3秒4秒くらい。すげえ1位だったんだ、うん。ここ一周ってこと？そうここ一周。すげえ。うん、1分ぐらいずっと生きてた。やったじゃん僕。うん離れるな離れないで集中できねえ僕といたら台湾帰りたくねえマジで自分は絶対に台湾行きたくないなんでやねん海外行きたくないんだなんでだよいいじゃんやっぱ感じるんだよ結局ね戻ってきて感じるんで家が一番いいってそれはそうだけどちょっとぐらいいいだろ別に外で遊んいやー冒険だるい冒険だるいうんだるい来年リンが僕を台湾に連れてってやるマジでめんどくさいな、ね、なんでやねん僕と一緒に台湾行きたいめんどくせえ僕にいっぱい食べたことないやつ食べさせてみたいやばいやつ食べさせてみたいんだけどもうやばいやつって言ってんじゃねえかやばいやつ食ってみてほしい何なんかね、ヤーシューっていうね、リンが一番嫌いなやつがあるあとあれは、シュー豆腐はシュー豆腐の方がまだマシママ、ヤーシュー食べれるプルプルしてるやつそう超キモいんだけど肉肉じゃない血の塊はそれ食ってどうすんのそれ血を食うのそうだよ、プルプル飲むもんじゃないたぶん、固まってて気持ち悪い。で色は肝臓みたいなやつ。レバーってこと。そうそうそうレバーみたいな。そうレバーみたいな見た目でプリンみたいな感触で血。気持ち悪いな。非常に溶けやすい。D です。え D そうやって書くの？え？あまた跳ねちゃって。ちょっと待って D そうやって書くの？えどうやって書いてるの？こうやって書いてる？うん。こっちなんだよ。その書き順する人初めて見た。なんでそんなにいろいろ特殊なんだ。あれマツケの仕方ってさ自分こうやってやってんだけどさどうやって。あいやそれも違うかやっぱり。それなんでゼロなんだよ。え自分。それゼロじゃん。えこうやってマツケてる。それも逆じゃね。えリンこうやってやってんの。違う違う。リンこうやってやってるの。そうだよ。じゃあゼロどうやって書くの。ゼロ。ゼロじゃん。O あ O ABCD の O それゼロだじゃあどうすんの O とさゼロどうやって見分けるのゼロは縦長くて O はこの丸っこいだからゼロと O が横に並んでたらこうやってやってこうやってやればいいんだよ、うん、D に見えてきたもうだなちょっと D 書いて D なんでなんでやねんなんでやねん面白すぎる間違えるはずがない、まあ、基本問題じゃ間違えないけどまあね英語やりますかいやねこれ簡単なんだよねなんだはいこっからっす並び替え何このレベル何この選択肢それだけこれだけっすなんじゃこの問題ははぁ、あ、はぁ、あ、眠っやっぱりよっしゃもうお肉がないつまみないよもう筋肉だけでだってすごいねちょっとやで力ある力左手はないな右手ずっとやってるから一番おお
まだリンの方が強いんだな。筋肉は勝てんだろ。握力。じゃあ腕相撲。腕相撲リンに勝てんね。腕相撲さすがにリン。ゴリ。おかえり。さすがに僕には負けない気がする。負ける自信がある。負ける自信。じゃあいいよ僕の合図で。よーい。てか痛い肘。僕意外と強くてびっくりなんだけど。じゃあ僕の合図で。よーい。強い。でも強い。ねえ笑うからさ。左だ次。うわ左やばい。行くぞ。はい。よーいと。最後力抜いてんじゃん。いやもう無理だったあれは。でも左弱いな。左弱い。やばい面白すぎる僕と腕相撲が。もう一回やると楽しい。なんでだよ。めんどくせえな。ね笑わないで最後までやってよ。じゃあ行くよ。はい。よーい。笑うなって。でもなんか今行かれそうだった。握力測れたらいいのにな。握力ね。いや握手するこうやって、うん、あー折れる。あ折れる。うん、でも痛いか。じゃあリンがやる。あ、痛っ。嘘。めっちゃ痛い。え、こう開けないずっと。こうやってない。じゃあ1年後また腕相撲して僕がどうなってるか確かめるか。いや1年後はいけんじゃない。さすがにもう多分僕のが強いかも。うん、だって体は大きくなってる。中2でしょ。中2。でも所詮まだ中2だぞ。子供だ。嗨，我现在到机场了，然后我已经报到了，所以我现在要吃一下早餐。我买了这个ひじき跟赤飯，大家知道吗？我超喜欢日本的这个红色的饭，这个红色，然后里面还有红豆，这个买两个，一个要带回去台湾，明天早上要吃。もうね、赤飯大好き，我超喜欢赤飯，还有我喜欢吃这个ひじき。台湾没有ひじき，所以我要回台湾前要吃一下这个台湾没有卖的东西。いただきます。今天早上啊，要出门的时候，看到弟弟在那边睡觉，要跟他说拜拜，觉得好舍不得，快哭出来了。每次我出门的时候，弟弟都在睡觉。不过这样也好啦，不然。面对面说再见比较难过。嗯，だから你弟弟也，我还是不习惯离开你。OK， 那这次的影片就到这边了。我等一下要去登记，还有20分就要登记了。糟糕糟糕，那就大家下次见了，拜拜。